やべえやべえ、ピクミン3デラックスLR を押してください。ということでね、ピクミンを始めていこうと思います。すいません、興奮して自己紹介が遅れました。少しね、最近は自己紹介を考えてるんですけど、本日はやりたすぎてね、自己紹介を考えずにここまで来てしまいました。何でもいいんでね、ティッシュボックスについてるホコリです。こんにちは皆さん、じゃあピクミンをやっていこうと思います。てかね、ピクミンね、一回やったことあるんだよね、幼き頃にまあちょっとストーリーやってみるか。食料集めて、コッパイセちょっとコッパイセ何、あーごめんね、ハワレ初見だからちょっとおもろいのかな。コッパイセ、ピクミンの重さはコッパイセねみたいな感じなのかな。コッパイセの危機を救え、ピクミンと一緒に大冒険するお話です。じゃあこれやるか、おすすめだし。難易度を選んでください。普通、難しい、激辛まあハワレちょっとね、本当に初心者だから普通で勘弁してください。最初は西暦2000ちょめちょめね、宇宙の果てでとある星が滅びようとしていた。その名は地球、その星の名前は惑星ゴッパイ。爆発的な人口増加と無計画な気質が原因で、星の住人たちはほとんどの食料を食べ尽くしてしまったのだ。そこで彼らは食料のある星を探すため、無人探査機スパローを宇宙へ放った。コッパイ、コッパイ、コッパイ、コッパイ。だが成果は上がらなかった。コッパイ諦めかけたその時、コッパイ最後の一機から有力な情報が送られてきたのだ。ポジティブコッパイ、PNF404 と名付けられたその惑星を調査するため、コッパイは飛び出した。3人の専門家が収集され、送り込まれることとなった。コッパイ1、その名もハハル。コッパイ2、その名はクーちゃん。コッパイ3、その名は君だ。279,000光年の長い航海を終えて、惑星 PNF404 への着陸態勢に入った時、事故は起きた。3人のコッパイはコッパイしてしまった。コッパイ、コッパイ、コッパイ。ピクミン3デラックス with コッパイ。探索1日目、 AM8時44分、チャーリー落下地点。あれ、オリマーしか知らんけど、あれチャーリーなんかな。なんか聞こえるな。わあ、黄色ピクミン。ちょっとあれじいちゃんじゃねえか。これがチャーリーなのか。ちょっとアフレコの声と違いすぎて笑った。ちょっとここはどこだ。そうか、惑星 PN404 か。おじさんが可愛いを発する設定にするわ、こちらチャーリー応答せよ、こちらチャーリー応答せよ、一人でつないでピエンメイラ発動ちゃう。キャプテンチャーリーちょっと梅干し上位互換みたい、可愛い隊員たちは無事だろうか。生き延びたとはいえ厄介なことになったな。とりあえず二人を探してみるか。なんだあいつは。黄色ピクミンだろう。どうやって行くの、これ登れるの。ちょっとなんかビームとか出ないの。あ、攻略ヒント見る先に進んでみよう。すいませんでした。ピクミン3デラックス with コッパイ。キノコがめっちゃ生えてるよ。これ何、この惑星のキノコは巨大だな。黄色ピクミンめっちゃいるじゃんちょっと仲間になってくれよ。あれも黄色く塗りたくるから仲間に入れてくれ。ひょっとしてここはやつらの縄張りか。待って、笛を吹く出た初の笛を吹く。おう、これもう仲間でしょ。くそ、ぶなげてやる。怖い、ピエン、キノコピエン、キノコにピエン、ピエンビーム。チャーリー様のピエンビーム。あー、みんな集まれ、アウレのとこに帰ってきなさい。あ、ここを開けろってことか。行け、みんな黄色ピクミン、その調子だ。アルのために働け、みんなはい、帰ってきて。もういいじゃん、もう通れるんじゃない。良い働きだ、時給上げよう、100円だ。
洞窟の中来たぞ。しかも勝手に歩くぞこいつ。ちょっとめちゃくちゃボス戦の雰囲気するんだが、こいつらまだついてくるぞ。助けてもらってんのにこいつらって呼ぶのよくないと思う。ハール助けてくれてんのにもう仲間でしょ。ここまで一緒に冒険して、待って、やばい、やばくない、やばいぞ絶対。ちょっと勝てるかな、あれあれあれやばいと思うんだけど。この人数でいける？まあ、でもこれチュートリアルだし負けることないだろ。ここでここで死ぬとか多分ない。ちょっとある普通だし、普通選んでるし難易度。あ、大丈夫大丈夫、めちゃくちゃ弱いじゃん。待って、やばいやばい、透明マント着てる誰か。ちょっとてか最近ハリーポッターやってんの、あれめっちゃ嬉しい。ごめん全然関係ない。そしてピクミンは逃げる。そして梅干し死亡フラグだ。ちょっと探索1日目 AM8 時46分アルフ落下地点。あ、なにこれ。ちょっと一人一人やる感じなんだ。あ、かわいいじゃんアルフ。チャーリーよりスコ。今回何ピグミン？あ、待って、宇宙船じゃん俺。僕の名前はアルフ、宇宙船ドレイク号のエンジニアだ。着陸を目前にして操縦不能になり脱出せざるを得なかった。他の二人は無事だろうか？ドレイク号はどこに？なんか青ピクミンいそうじゃない？赤ピクミンだ、まさかの。あ、見てる。あ、かわいい。なに、ビビリなの赤ピクミン。なんだ今のは。さっきの生き物だ、仲間もいたのか。あれが欲しい感じだよね。なんか赤ピクミンめっちゃ可愛くね。ちょっとピクミン界で一番愛嬌ある気がするんだが、まだ黄色しか出会ってないけど。何か枝に引っかかってるぞ。ロックオン。あ、ロックオンね、はいはい。で投げる。はい、小さじ3分の1、小さじ3分の2、3分の3、素晴らしい！いちごゲットじゃない？トマトか？トマティか？なんだこれ。ちょっと。ま、敵ではなさ、うわ、気持ち悪いね。触覚、やだ。ちょっと。どうやらこれは食料資源じゃないみたいだな。でも、なんだか喜んでもらえたようだ。あ、いけない。はぐれた二人を探してたんだ。何これ？あ、僕の G パッド。あれさえあればドレイク号の場所がわかるぞ。先に進むために橋のかけらを集めよう。なるほど。はい、労働の時間ですよ赤ピクの皆さん。あ、いっちゃいるね奥に。君も労働の時間にしよう。一緒に橋を作ってくれないか。てか無償で働くピクミン偉くない？今さ、何にするのにもさ、金の世界だ。ちょっと橋が完成したぞ。この橋の名前はコッパイ橋だ。ピクミン3デラックス with コッパイ。じゃあ G パッド取りに行こう。ハールのハールの G パッド、よかった壊れてなかった。さすが過酷な落下試験をパスしたコッパイ製の通信端末だ。 G パッドの画面をスクロールさせてあたりを確認してみよう。あ、あったじゃん、結構先。ちょっとここからぞ、遠くないぞ。遠くないのこれ。あそこに行けば二人に会えるかもしれない。これ知ってる。投げる。これ1だから1でいいんだよね。これなんだっけ、あそこに吸い込まれるんだよね。あれもちょっと見学に行こう。これに吸い込まれて何になるの。なんかいろいろ集めるんだよね確かね。あ、出産だ。そうだ、これ出産するんだ。これなんか物を入れると芽が出たぞ。引っこ抜かれて、まだ歌の途中なのに。赤ピクミン出産おめでとうございます。引っこ抜かれて戦って食べら…なんて残酷な歌。待って、20だって少なすぎる、無理。ちょっと、あ、まだあるぞ、集めていこうじゃピクミン。あ、なに、待って待って、危ない、死ぬ死ぬ死ぬ、気持ち悪い。ちょっと倒せるかお前ら、お前らいけるのか。待って、一匹も死ぬことなく戦えるか。ちょっと頼むぞ、あいつは一人だ。あ、大丈夫か、全員で一匹を狙え。やばい？やばい？大丈夫？生きてる？え、お前何持ってくのそれ。ちょっとそれ持ってってどうすんの？ねえ、ちょっと剣がしっくしよう。ちょっとそれも生きる過程なの？それもピクミンになるの？いやだ、そんなのから生まれるピクミン、マジで。あ、生まれそうだな。あ、生まれた。ちょっとはい、引っこ抜かれて戦って食べられる。もう何回歌っても最高の歌だ。ちょっと20だって1人余るじゃん、素晴らしい。お前はハールド見てよ。おお、綺麗、めっちゃ綺麗に。シンクロナイズドスイミング、シンクロナイズドスイミング。
ングバリになんか出た誰かのメモデータのようだ。 G パッドで読み込めるかな。おう、読み取れたぞ。彼らはピクミンというのか。キャプテンが残したものではなさそうだけど、 G レーダーによるとこの奥にドレイク号があるはずだ。壁がある、オールマニアの壁があるぞ。みんな、どうしてこんな建造物が。知的生命体の仕業だろうか。こんな時は X の突撃で一気に進撃するのか。いけー、みんな、塵も積もれば山となる。山も積もれば塵となる。ピクミン積もれば壁壊れる。何を言ってるかわからない。これはノリで突き通す。素晴らしい。二人とも無事でいてください。お、なんだっけ、ドルゾン号だっけ、なんだっけ、ゴルゴンゾーラチーズ、なんだこれ、ドレイク号だ。ドレイク号にたどり着いたぞ。これピクミンたちも乗れるの？あれ、誰もいないみたいだ。 G パッドに生命反応もない。これから僕はどうすればいいんだ。着信だ。誰からだろう。誰、オリマ最後の、いや誰ちょアルフ君、あたしよ、ブリトニーよ。よかった、ドレイク号はそっちにあるのね。私はなんとか大丈夫。でも抜け出せないところにいるの。それにお腹、お腹どうした、お腹痛いみたいな感じ、大丈夫？お腹を最後に死ぬのやめてね。